はい、今日は肩の横、三角筋チューブを5分でダンベルを使って鍛えていきます。ぜひ見ながら一緒にやってみてください。で、注意点としては、上げるときに肩を上げると、この僧帽筋、シュラップの動きになって、この僧帽筋にばっかり刺激が入ってしまうので、しっかり肩を落として上げるように注意してください。肩で上げないように肩を落として行うようにしてください。で、きつくなってくると僧帽を使ったり、より多くの筋肉を使って上げようとしてしまうので、ちょっと軽い重量の3キロのダンベルも用意してます。まあ、なるべくしっかり肩の横の筋肉を集中できるように、まあ、軽い重量で行うようにしてください。最初のラテラルレイズから、スローネガティブで下ろしていきます。次は通常のラテラルレイズ。次は腕を L 字の状態にして、ラテラルレイズから腕を伸ばして戻していきます。次、Y レイズ、Y の字になるように上げていきます。ラストはキープ、なるべく腕が下がらないようにキープしていきます。
はい、いかがだったでしょうか。まあちょっともう肩上がらないくらい、バーン、まあ、焼けつくような痛みを感じていると思います。もう初心者の人は、ダンベル持たなくてももう自分の腕の重みだけで十分しっかりきついと思うので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。ネイチャーカーの全商品がクーポンコード入力で 15% オフ、ぜひお試しください。